の構えを崩さぬか。まるで亀じゃな。甲羅ごと叩き割ればよかろう。実に軽らしい。我が輩ならばまず亀の警戒を解く。柔らかい頭を出してもらわねばな。南中の戦いで孫吾は曹魏を下した。南蛮王孟獲と宿遊は周瑜の求めに応じ孫吾へと合流した。南中で曹丕が孫吾に戦いを仕掛けた真意、それは眠れる孫吾に奮起を促し迫り来る乱世に挑むよう求めたものだった。平和か戦いか、決断を迫られる孫吾。そんな孫吾の前に再び呂布が現れる。呂布の隣にはオロチの残党を糾合し満々たる妖魔の大軍団を率いる義経の宿敵である魔人の姿があった。義経待て、早まるぞ。おお、孫権来てくれたのか。見ろ、あれが我が恩敵清盛だ。呂布が武の鬼神ならば、奴は高知に長けた怪物よ。龍が雲を得たようなものではないか。厄介なことになった。恐れていては勝利はつかめぬ。孫吾の兵、借り受けるぞ。孫吾の小せがれだ。すぐに潰してくれるわ。ここに聞く兵の武勇、僕と配信しよう。この牙で髪を叩いてくれる。本気出せ。覚えたぞ。敵将、撃ち取ったぜ。お見事でございます。任せておけ。何か手はないのか。沖まで潮が引いている。これに乗じて攻めきた。だがこの時期ここまで潮が出るか。私の手もちろん偉人の友人が奉られていると聞くな。もし清盛が我らの術で友人をはばかったか。清盛は冬の混乱をも操るというのか。上空博士ならば友人の目を覚まさせてやろう。痛い目に会いたいか。痛い目に会いたいか。私の出番だ。任せときな。
はないわい。敵将、撃ち取ったぜ。お見事でございます。押し返せぬ。攻勢が激しすぎる。貴様らが来ることはお見通しよ。
孫悟の力を大何でもよかろう。貴様はここで果てるのだ。私ならば大丈夫。ご無理なさらぬように。手伝いに来たぜ。兄上、戻られたか。それは心強い。ここまで来るとは、この連中もやりよるわ。私の出番だ。はたたえな。これでも散る。
本気だぜ。次に会った時が貴様の最後だ。敵将撃ち取ったぜ。お見事な戦ぶり。俺が力を存分に味わうがいい。飛んでまえよ。任せておく。死にたいだろう。よし、水の勢いに乗り援軍進むぞ。見つけたぞ清盛。おお、源氏の小僧、そこにおったか。我が輩と組め。そのために刑を呼んだのだ。黙れ兵士の怨霊め、おとなしく成仏しろ。惜しいことよ。待て。我が力存分に味わうがいい。我が力存分に味わうがいい。Okay.
事奥義。私の出番。任せときな。任せておけ。任せておけ。消えるか。三。私の出番。四。任せよ。任せときな。ふわ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 。踏んじまえよ。ふわ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 。孫権の兄か。俺は源義経。清盛討伐によくぞ力を貸してくれた。なに、偵察にも飽きてたところだ。それにもう偵察は必要ないだろ、ケン。はい、いくら守りを固めても呂布と清盛、巨悪の台頭は防げません。私は父上にも進言するつもりです。今こそ孫悟が立つべきと。ついに攻めに転じるのだな。先陣はこの金馬町にお任せあれ。攻めれば何かを得ますが、失うものも大きい。守れば何も得ませんが、何も失わない。父上はオロチ亡き後、当社の道を選びました。孫悟が、民が、何も失わない道を。一方、呂布は戦を求め突き進んでいます。結果として平和は失われました。攻めと守り、どちらが最善かは分かりません。ですが乱世の色が深まっている今、私は父上と共に呂布を攻めたいのです。守るべきものを守るために。ケン、子は知らぬ間に成長するものだ。だが闇雲に攻めることは許さぬぞ。おやじ、ここで俺の偵察が役に立つってわけだ。大将の呂布が清盛にくっついてるせいか、呂布軍の本拠地傭兵館は手薄だぜ。傭兵館を突きゃ呂布も慌てるだろう。清盛との連携も分断できるかもしれねえ。若の意見、まことにごもっとも。この奇襲の戦法は高幸福にお任せを。本来分かった。無茶はするなよ。後から我らも進軍しよう。はっ。では高等の虎の通る道、こじ上げてきますわい。